ラジオの皆さん、改めましてこんにちは。本日も ZOZO マリンスタジアムへお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はね、ちょっと昨日は雨が降って試合が中断なんかもありましたけれども、秋晴れでね、野球観戦にはぴったりな一日です。今日はオールフォー千葉、今シーズンラストということで、ぜひ今日はね、スタンドを真っ赤に染めて熱い応援をよろしくお願いいたします。9月に入ると何でも今シーズン最後みたいのがついちゃって、ちょっと寂しい気持ちになりますが、ぜひ皆さん今日も熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあこのお時間はボールパークステージオープニングのコーナーといいまして、今日のイベント情報を皆さんにお伝えするコーナーです。早速 M スプラッシュからもメンバーを1名呼んでみたいと思います。今日は M スプラッシュからあかね、どうぞ拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では改めて自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、 M スプラッシュ3年目のあかねです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ昨日登場したアンジュからの紹介なんですが、アンジュとあかねは同期だよね。はい、真面目な印象を皆さん受けると思うんですが、こう同期の間では変顔が面白かったり、同期の中でちょっといじられキャラみたいな感じですっていう風に言ってたんだけど、それを聞いて実際のとこどうなんですか？まあ確かに変顔はするんですけど、まあでも結構みんなもそれを見て笑ってくれたりとか、ちゃんと反応してくれるので、はい、なんか助かってます。結構しっかりしてるのかなと思いきや、確かに控え室では結構みんなでわちゃわちゃしてるよね、あかねもね。そうだよね。はい、さあそんなあかねなんですけれども、この前ね、美和が登場した時に、M スプラッシュ YouTuber 会っていうのがあるんですっていう話を聞いたんだけど、あかねはそのメンバーなんだよね。はい、そうです。ちょっと初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないので、どんな会なのかちょっともう一度教えてもらっていいですか？はい。おすすめの YouTuber の方をこうみんなで見て、でその YouTuber さんが行った場所にみんなで巡って、はいはい、ちょっと動画撮ったりとか写真撮ったりとかするっていう会を開きます。ああ、なるほどね。はい、じゃああかねも普段結構その YouTuber さんの動画とかを好んでいろいろ見てるの？はい、見てますね。へー、はい、ちなみになんかどういう系をよく見るんですか？美容系の YouTuber。美容系か。結構面白い系の体を張ってる動画、はい、動画とかも見ます。私あんまりね詳しくなくって、でも最近本当にこう YouTuber って流行ってるじゃないですか。こうテレビを見るような感覚でお家にいる時とかにこうスマホ片手に見てるの？そうですね、お家でちょっと時間がある時とか、まあたまに移動中とかも見たりとか、隙間時間に見てます。なるほどね。結構その動画も長いのもあったり短いのもあったりするから、こういろんなタイミングで見ることができるのかな。そうですね、短いのは結構3分とかからで、長いので10分以上とかあるんですけど、いろいろ飽きないので面白いです。なるほど、はい、ちなみに私も結構YouTube でそういう YouTuber さんの動画見てるよって方いらっしゃいます？あ、ちょっと手が上がってますね。ありがとうございます。じゃあそういう方とはね、お話がもしかしたら合うかもしれないですね。そうですね、もし機会があったらぜひお話ししましょう、ね。はい、でなんか、なんでも今度 YouTuber 界でなんかみんなで一緒にそのバーベキューだっけ、なんか行くんでしょ？そうです、バーベキューをしてその後にまたなんか違うところに遊びに行くかなと。そうなんだ。はい、いいですね。なんかこう、はい、M スプラッシュはこうね、先輩後輩もちろんあるんですけど、その垣根を越えて例えばお肉を食べに行く仲間がいたりとかね、アジア料理食べに行く仲間がいたり、みんな仲良くしてるよね。そうですね、結構ね、年齢とも、ね、先輩後輩関係なくね、行ってるので、はいはい、みんな仲いいと思います。ね、そうだよね。はい、じゃぜひまた YouTuber 界の進捗があったら今度聞かせてください。はい、そうですね、よろしくお願いします。はい、さあでは、改めて今日はあかねに登場してもらってるんですが、あかねは千葉県出身ということで、今日がなんとオールフォー千葉で今シーズン最後なんですよね。そうなんですね。ね、ちょっと寂しいよね。はい、ちょっと寂しい思いもあるんですけど。ね、でも改めてね、その千葉出身のあかねだからこその今日の意気込みをぜひ聞かせてください。はい、今日は千葉くんダンスと言って、あ、そうだ、はい、ステージとグラウンドで一緒に千葉くんとダンスをします。はい。はい、で今日最後ということで、グラウンドを真っ赤に染めてみんなで応援しましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあではここからはあかねと一緒に今日のイベント情報をお知らせしていきましょう。